西岸第3号に対して市民の声、鶴岡を代表し反対の立場で討論いたします。この西岸は市長が2月1日に JRE に対して行った事業の中止要請に対して撤回を求めるものであります。市全体の政策判断について真っ向から撤回を求める、とても重大な請願であると捉えます。まずこの請願でありますが、あたかも鴨住民を代表するような形で3月議会に提出されたものでありますが、これは鴨住民の総意なのか、何パーセントの方々の賛同によるものなのか、この間調査をいたしました。請願には鴨地域の振興会の会長、町内会連合会の会長、PTA 会長の名前が記されているようですが、地域を代表しているということではなく、あくまで有志3名とのことでありました。で、先日確認したところ、6月15日現在、請願に対して署名数2023筆ということですが、鴨地区住民数4月1日現在881名のうち、請願に賛成する署名393筆、率としては 44.6% とのことであります。鴨住民の半数も満たしていないということであります。またこの3月4月は各自治会の総会の時期だったと思いますが、この請願は総会などで住民の総意とする決議などは全く行われていなかった、そういう類のものであることを確認いたしました。つまりこの請願は鴨住民の総意ではない、鴨住民の半数にも満たない方々からの請願であるということが明らかになりました。地域の中でさえ過半数にも満たない、地域一丸となった請願ではない、このことは市の決定に対して政策転換を求める地域住民の声としては強いものとは言えない、市が検討するに値しないものだということだと思います。市当局や議員の判断材料としてこのことはまず踏まえるべきであります。次にラムサール条約湿地に飛来する水鳥への影響についてであります。請願賛成論者からは調査が行われていない、調査を行ってから判断をすべきだなどという主張も聞かれましたが、ラムサール条約湿地である大山上池下池に飛来する水鳥については、毎年10月から4月まで月7回の頻度で、これまで13年間にわたって明け方から数時間飛び出しと生息数を確認する調査が環境省の委託事業で下池の湖畔にお住まいの調査員の方によって完璧に行われております。その調査ではガンカモ、琥珀町の飛来数のほか、オオワシ、オジロワシ、クマタカ、オオタカ、希少猛禽類の営巣地を含む詳細にわたる調査が行われ、環境省のデータとなっております。特にカモ類は2万から3万羽、東アジアの 1% もの数がこの地に飛来する、それがここのラムサール湿地としての要件を満たす数になっております。3月議会でも示しましたが、上池では希少なガン類の一種であるシジュウカラガンの飛来が確認され、天然記念物に指定されているマガン、オオヒシクイ、1000羽の飛び立ちも確認できました。琥珀町は約5000羽が飛来しております。カモ類を求めてサハリンや北海道からオオワシ、オジロワシが渡来しており、熱心に下池に通って撮影する多くの市民の方がいらっしゃることも確認しました。冬を過ぎてもこの6月1日には上池で珍しい沖縄原産のシロハラクイナが観察されたり、カンムリカイツブリの繁殖が確認されたりしております。国際的な水鳥の生息地を保護するため、各国で特別保護地区などに指定されているラムサール条約湿地は世界172カ国2493カ所、共通のミッションとして特に
ガン、カモ、白鳥類などの水鳥にとって楽園、サンクチュアリでなければならない湿地であります。サンクチュアリということは、そこに来ることで安心して生命、命の維持を図れるということです。その鳥たちがねぐらにする上池下池から5キロ圏内は祭事や飛翔のための行動区間であり、国際的にもその5キロ圏内に鳥たちにとって脅威となる風車、それも6メガワットもの巨大風車が立っている事例は見当たりません。その区間に鳥たちにバードストライクなどの脅威となる構造物の建設をすることは当然ながら行ってはならないのであります。過去からサンゼの尾根伝いとその周辺全体は、秋田の大潟村から新潟の福島潟や酒田に飛ぶガン、カモ、コハクチョウの渡りルートであることは、山科潮流研究所などで実際に発信機をつけたガンの調査などで明らかになっており、私も上池で高立山から尾根伝いに新潟に向かって飛ぶガンの群れを目視しております。また渡りルートはその日その時の風況に合わせて上昇気流を上手に使って渡りを行うため、尾根伝い、海側および内陸側に幅2から3キロメートルの回廊がそのルートになることは鳥類の研究では常識的であります。昨年の2022年ラムサール締約国会議で日本人で初のワイズユース賞と山科賞をダブル受賞、そしてこの6月16日に環境省環境保全功労賞表彰の環境大臣賞に輝いた世界が認めるガンカモ類の野鳥の研究者であり、シジュウカラガンやハクガンを3羽まで減った絶滅の危機から実際に1万羽まで回復をさせた保護活動家である呉地正行さんはこのように指摘しております。大山、上池、下池は日本海側を渡る大型水鳥のコハクチョウやオオヒシクイなど多くのガン類および谷、例を見ないほど多くのマガモなどにとって欠かすことができない重要な生息地です。そのために国際的に重要な湿地の保全、賢明な利用、啓発普及を目指すラムサール条約湿地に登録されています。上池、下池を訪れるこれらの白鳥やガン類の多くは冬になると北の繁殖地から国境を越えて渡ってきます。またここに滞在中は夜は上池、下池をねぐらとし、日中は周辺の広い水田地帯で採食し、頻繁にこれらの地域を飛び回って移動します。これらの渡り鳥の生活圏内に計画されている風力発電事業が計画通り行われると、上池、下池をねぐらとする白鳥類やガン類などに重大な影響を与える恐れがあります。またその影響はラムサール条約湿地としての同池と周辺の自然資源の価値を著しく損なうことになるので、この風発計画は中止を強く求めます。さらに具体的な指摘として、上池下池に飛来するガンカモ白鳥類は秋と春に渡りの経路となっている日本海の海岸線沿いに南下北上するものが多く、風力発電建設予定地を含む丘陵部を越えて上池下池に立ち寄ると考えられる。予定通りに風力発電が建設された場合、上池下池を飛び立った白鳥類が同池からの距離が 1.8 から 2.0km と近い標高120から 150m の丘陵稜線に建設される高さ 180m の風車を飛び越えることは物理的に困難である。その理由は上池下池の水面と風力発電のブレード先端までの高度差は282から312m あり、その仰角は 8.03 から 9.80 度となる。これは白鳥類の上昇能力をはるかに超え、風力発電への衝突やそれを回避するための体力の消耗への影響が
風力発電建設後は継続的に起きることになり、ガンやカムリをはじめ他の鳥類にもその影響は及び、その結果上池下池への渡来数が減少し、ラムサール条約湿地としての基準を満たさなくなる可能性もある。この世界的な鳥類研究者であるクレシさんの声は大変重いものです。今世界レベルで山形県唯一のラムサール条約登録湿地の扱いに注目が集まっています。これを無視した行政判断ができないということは当然であります。山形県もこの国際条約登録の湿地の近くでは風圧建設は望ましくないとし、鶴岡の中止の判断は国際的な視点からも妥当であります。また日本野鳥の会自然保護室主任研究員浦達也さん、この方は国内をはじめ海外へも派遣調査に行っており、世界中の風車と野鳥との問題やゾーニングの状況を調査し、現在環境省の環境影響評価の在り方に関する検討会などに参画され、国内では最もこうした問題の真相を知っている方です。その他の状況を視察した上で見解をいただいております。浦さんからはカモ風車はラムサール湿地に2キロぐらいの風車であり近すぎると現地視察を通じて改めて思いました。これを許すと全国世界のラムサール登録湿地の悪しき宣伝になってしまうので、世界的な視点でも絶対に阻止しなければならないとの見解でありました。また現在の環境アセスの課題として、事業者はよく調査結果を見た上で事業の撤回、白紙撤回もあり得るというが、しかし実際にはアセスが進めば進むほど、つまり事業の進行に費用をかけるほど、事業者は事業の根本的な見直しや撤退を行うことはほとんどなくなる。見直したとしても当初から計画した風車の本数を 1,2 本減ずるぐらいの対応が常である。こうしたそもそも問題が大きい事案は、アセスが進む以前に予防原則として判断することが賢明であり、今般の鶴岡市の判断は妥当であるとの見解であります。また今ラムサール湿地から5キロ地点の矢引の風力発電事業について、環境アセスの準備書の手前の段階になっていますが、5キロメートルであっても事業者に対してラムサール湿地が周辺に存在するので影響回避方策を講ずるべきという環境大臣意見、経産省意見が提出されております。この矢引よりもラムサール湿地にさらに近くて 1.5 キロから3キロなどと近接する、そして6メガワットと巨大な風車の影響は鳥類にとって甚大と考えることは容易であり、これを考慮しても認めてはならないと判断することは当然であります。また坂田には省内唯一の風力発電事業者がいらっしゃいます。その環境影響調査の担当の声をいただきました。そのご担当は三瀬から加茂地域について風車建設のための調査をしたが、ラムサール湿地に飛来するガンカモ類の渡りルートに影響することを踏まえ、地元の有識者の聞き取りの段階で早々に計画の中止の判断をしたとのことでした。そのご担当からは特に加茂区域は絶対にやめていただきたいとお話を伺いました。またご指摘として JRE は文献調査を行っているかもしれないが、地元の野鳥研究者の話を全く聞いておらず、それこそ最大の問題ではないのか、そうした声をしっかりと受け止めれば建設できない地域であることは容易にわかるはずだ。所詮風力発電事業者が行う調査というのは月に何回かレーダーで調査をしたりするようなものだ。事業者としては飛んでいないというデータを求めようとする傾向がある。そんなにわかに行う調査結果よりも、この地で長年日々調査をしてきた情報の方が断然信憑性があるというご見解もお伺いしました。市長や市は
特に2008年に登録したラムサール条約湿地に飛来する水鳥、モークイン類への影響について、これまでの環境省の委託実調査をはじめ、地域の調査員や呉志さんや浦さんのような専門家から聴取した調査データ、渡りルート、保護の考え方、また環境省自然環境局から示された累積的影響や予防原則を踏まえ、中止を判断するに十分なデータが揃ったとして1月末に判断をし、2月1日に JR に中止を要請したものであります。これに対して請願賛成論者の調査もしていないように判断したなどの見解は全く論外であります。請願賛成の議員並びに加茂風車に賛成の市民の皆さんには、国際的な条約であるラムサール条約がいかに重要で、鳥類の調査というのはどういうもので、どのように保全を図っていかなければいけないのか、どのように保護をしていかなければいけないのか、きちんと学び直していただきたいと思います。また次に風車騒音と健康被害の影響についてであります。昨年12月の質問以降、この案件については5月16日国会参議院厚生労働委員会にて立憲民主党川田隆平議員が質問しております。まず事業者が よく根拠にする環境省指針、国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられるという点について、影山孝之元国立環境研究所主任研究員、大分看護科学大教授らが1000人規模の疫学調査で、住宅に近接した風車騒音により明らかに睡眠影響、睡眠妨害が発生しているということを示し、指針の見直しを求め、また欧州 WHO 勧告が求める上限値を定めた規制値を求めています。環境省は風車の睡眠影響について認める答弁をし、厚労大臣は今年度行える睡眠指針の見直しの際に提言を踏まえて検討していく旨答弁をしております。影山先生の疫学調査結果を踏まえた学会誌で発表されたソフト H リスクでのシミュレーション結果では、加茂の風車計画では39名の不眠症リスク、入眠妨害1680名というリスクが出ております。これについて委員会で請願紹介議員に質問が行われていましたが、 JRE の見解を鵜呑みにしたほぼ問題なし、今後調査するという答弁でした。最新の知見や科学のシミュレーションを無視するような形で、住民に生じかねない健康リスクを全くのように踏まえないような発言であり、私はひどいものだと思いました。6メガワット風車では1基でも 2.5km の住宅からの離却距離を取ることが必要であるということを北海道大学田草助教が示されております。これを踏まえても、この加茂の計画地域内にはほぼ風車を建てることができないことになります。もう一つ、土砂災害のリスクについて説明会の中で加茂住民の方から懸念が表明されておられました。今回の風車の計画で想定される山の尾根の開発について、これは山梨大学教授防災推進機構理事長鈴木武康先生の見解をお伝えしたいと思います。先生は山の特に尾根の開発で森林伐採をし、風車の部品を運ぶための道路や設置場所を作る今回の加茂矢引きのような建設の際の問題を指摘されております。尾根の樹木、特に加茂地区の広葉樹などの場合、樹根と菌糸により生態系と地盤の安定を図っております。樹木の根が岩盤を抑えており、広葉樹がアンモニア体窒素や硝酸体窒素を吸収してくれている。しかし尾根を開発すると、こうした地盤の安定や保水能力、水環境機能が消失する、要は第2第3の昨年末の西目の土砂災害のようなことを将来的に誘引するリスク、つまり増災が生じるということであります。こうした問題は
将来世代にわたっての地域住民の命に関わる問題であります。きちんと問題意識を持つべきであります。次に事業者 JRE の問題についてであります。一般質問などで JRE と市のやり取りで市の方に問題があるなどという見解が見られましたので調査をいたしました。市ではガイドラインを設置しております。そのガイドラインには風力発電施設の想定事業区域から 2km 以内の範囲に含まれる住民自治会などに対して事前に説明会を実施し、景観の変化を視覚的に表現したシミュレーション画像など具体的な資料を提示し合意形成を図るものとする。また風況調査開始前または環境アセスメント手続き開始6ヶ月前のいずれか早い時期までに当該事業の計画概要について風力発電事業の実施にかかる事前協議届出書に必要な資料等を添付し市に対して事前に説明を行うものとするとあります。 JRE は6月24日に事前協議届出書を提出しに来たが、後日その時点では住民自治会などの合意形成が行われていなかったことが分かったことから市は受理しなかった。その後 JRE は住民自治会への合意形成を行い、必要書類を揃えて11月29日に市に提出し、12月7日にその内容の説明をした。市はその時が提出日と答えたということだったと確認できました。その後 JRE は社の都合で受理を6月にしてほしいなどとガイドラインに反する要求をしてきた。市はそれには応じられない、拒否した。こういう経過であり市に全く非はありません。非があるのはガイドラインを踏まえないで不当な要求を繰り返す JRE の方であるということだったと改めて認識をいたしました。 JRE にはさらに問題があります。三世で稼働している風力発電事業についてであります。 JRE は三世の風力発電事業稼働以降、熊高バードストライク、コロモリのバッドストライクの調査を行っております。しかしながら現在行っている月2回の頻度の調査ではバードストライクの調査としては成り立たないのであります。なぜか落下してから1週間以上放置されればキツネなどに食べられて痕跡がなくなるのが常だからであります。これについては環境省からガイドラインが出ていて、最低でも月3回の頻度で事後調査を行わなければならないとされています。それに完全に違反しております。希少猛禽類のクマタカ、天然記念物日本指長コウモリがストライキされて死んでいるかもしれません。野生生物の生態系影響に関して調査結果がないから影響はないなどという見解、こういうデタラメは即やめていただきたいし、渡り鳥のルート上に風車を建設している事業者の姿勢が最も問われることであります。また風車騒音の調査については頻度、風況ともに科学的な事故の検証が行われていません。田草に北海道大学助教は調査手法がデタラメだと言及されておられます。私は先日三世地区を歩いて聞き取りをする中、実際に風車から1キロメートルぐらいの住民の方から家の二重窓を閉めても相当音が聞こえますという声をいただきました。風車騒音の実態や睡眠障害が生じていないかなどしっかりと事後の調査を事業者は行うべきです。また由良三世地域が北限で知られる腰のコバイモなど希少植物の植生について移植して保全するとしていましたが、事後の詳細報告が全く行われていません。移植してどのように活着したのか未だに報告がなされていないのであります。事業者 JRE の姿勢に完全に欠陥があると私が判断したのは、2月5日の加茂住民ほか有志が企画した学習会への出席を拒み説明責任を果たさなかったことであります。2月5日の学習会にほぼ1月前から実行委員長が JRE に対して出席要請を行い、私も JRE の CSR 担当に何度もメールや電話を行って依頼の催促をいたしました。親会社のエネオスの CSR の担当者にも連絡し出席を促しました。
結局全く受け付けず、説明を拒否し、住民の抱く疑問に全く答えることがなかったのであります。封鎖事業の説明文書すら提供を拒まれました。このことをもってこの事業者は完全に失格だと私は認識をしました。先日6月15日には加茂地区の住民に限定して非公開で説明会を開いておりましたが、市民を区別差別するような姿勢であり、大変失礼千万、論外であります。 JRE は企業として CSR コンプライアンス完全に失格であります。先日の加茂地区住民限定の非公開説明会では、加茂住民の方を対象に4つの地域貢献ということが示されておりました。1つは奨学金制度、2つ目に5万円のランドセル購入費補助、3つ目に学習コンテンツノートの配布、4番目に企業版ふるさと納税であります。また現在稼働している三世八森山の風車では、風車に近接する5自治体に対して年間500万円、例えば三世自治会には年240万円が地域貢献費用として納入されているとのことでありました。こういうのありがたいと思う自治会はあるかもしれませんが、私には住民の顔を札束で引っ叩いて懐柔しているようにしか受け取れません。風車の建設の賛否などについて正しい住民の判断ができなくなると考えますし、これは住民自治への介入ではないでしょうか。20年でそろそろまとめてください。静かにさせてください。じゃあ正式に20年で簡潔にまとめてください。20年で約1億円ですが、全体で推定で約200億の儲けと見込まれるこの風車事業のほんの一握りであります。加茂の場合もこうした補助金を目当てにしての風車推進の請願なのでしょうか。加茂の森林の管理に風車の作業道のほか、こうした風車事業者からの補助金を当てたいということでしょうか。森林管理は森林管理としてきちんと地域で取り組むべきことではないでしょうか。私のところにはこうした地域性の地域の議員や町内会のやり方に呆れて加茂を離れました、引っ越しましたという方から報告が来ております。地域のリーダーたちがミスリードして地域の中で分断を引き起こしているのではありませんか。封鎖事業者の地域還元については、庄内町のように自治体に還元するのであれば分かりますが、事業者が立地地域の自治会に直接補助金を納入し住民自治に勧誘するようなやり方はやめていただくべきであります。事業者に言いたい、これはこんなお金があるならまずは三世八森山の事後調査の手抜きやデタラメをすぐに改めていただきたい。また現在9000名を超える署名を集めている疑問を持つ市民に対して、まずはしっかりと説明責任を果たすべきであります。そして市の中止要請を真正面から受け止め、早々に撤退をしていただきたい。もうあなた方に信頼はできない。かも矢引き含めて早く撤退をしてください。で、西南の紹介議員に言いたいのは、問題行動が続いている事業者のいわば不当な要求にのみ耳を傾け、市を糾弾するような姿勢は完全に間違ってます。今すぐに改めていただきたいと思います。以上の点をもってこの請願に対し断固反対を表明いたします。また万が一請願が採択されたとしても、市が2月1日の事業者への中止要請を撤回すべき理由はどこにもありません。優先順位は自明であります。今回まさに今カーボンニュートラルに並ぶ目標であるネイチャーポジティブの時代にふさわしい判断をした市長及び市当局を私は絶対的に支持をします。ラムサール湿地を守ろうと署名を書いてくださった約9000名の市民の思いとともに、
また世界を行き交う水鳥たちを守るために世界172カ国2493カ所のラムサール登録湿地の保全に日々ご尽力されている世界の方々と連帯をして信念をぜひ貫いていただきたいと思います。そしてぜひ以前から私も提案をし先日も市民の方々から求められたラムサール湿地から5キロ圏内を早期にバッファゾーンとしてガイドライン上の保護地区にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。この請願は調査を求めるとはなってはおりますが市が詳細そして慎重な調査の上で市が予防原則に基づいた判断をしたことに対しそれを撤回すべきということですので要は事業を認めるべきということに他なりません。議員の皆さんこの請願に賛成し世界に例がないラムサール条約湿地の5キロ圏内に巨大風車を認めるべしなんて議会が決議したらそれこそ世界の非常識として議会の見識が問われ国際社会から非難されますよ。そんな恥ずかしい議会にならないように皆さんの賢明なご判断を求めるものであります。簡潔に以上であります。これから請願第3問について採決します。ただいま議題となっております請願第3問についての委員長報告は採択であります。請願第3問についてはこれを採択することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって請願第3問については採択することに決しました。